費用、空母。費用は、日本海軍の航空母艦。巡洋型航空母艦の2番艦。費用の建造番号。仮称艦名は1001号艦。巡洋の建造番号。仮称艦名は1002号艦である。一部の資料、文献では、費用を、費用型航空母艦の1番艦とする。軍艦費用は、日本海軍の航空母艦。日本郵船が、 川崎重工業神戸造船所で建造中の柏原丸急下客船出雲丸を日本海軍が徴用及び買収、航空母艦に改造した艦艇である。日本海軍の公的な分類は巡洋型航空母艦の2番艦。1942年昭和17年7月31日に竣工後、姉妹艦巡洋と共に第二航空船隊に所属した。 10月、トラック白地に進出して、ガダルカナル島攻防戦に参加するが、南太平洋海戦直前の10月20日に、機関故障を起こして、トラック白地に交代した。修理後の1943年、昭和18年6月10日、費用は、三宅島東方海域で、米潜水艦に雷撃され大破した。修理完了後、第二航空戦隊巡洋、飛用、 流放は1944年、昭和19年6月中旬以降の、阿豪作戦、マリアナ沖海戦に参加。6月20日、費用は、米軍機動部隊艦載機の空襲により大破炎上、沈没した。巡洋型航空母艦2番艦の費用は、日本郵船が、北米航路用に新造した、柏原丸級火客船の2番船いず丸を、 日本海軍が1941年、昭和16年1月に買収、川崎重工業神戸造船所で建造途中に航空母艦へ改装した軍艦である。柏原丸、出雲丸とも日本政府が戦時に航空母艦に改造することを条件に建造費が補助されている。改造は徹底しており、外観から見ると客船であった頃の面影はほとんどない。 費用と巡用とでは、機関の使用に差異が認められる。日高は川崎7号艦、ラモント艦6機、巡用は三菱式三道水艦艦6機と補助艦2機である。2隻とも商船改造空母であるため速力は25から26ノットほど。正規空母の30キロトン以上に比較して遅く、後半も薄く防御能力でも見劣りしたが、船体や格納庫の大きさは、 正規空母に引けを取らず、航空機搭載能力は、中型空母の操縦に匹敵した。また、小船改造空母であるが、右舷側に煙突と一体となった環境を有し、かつ、飛行甲板への肺炎の影響を避けるため煙突を、外側へ26度傾けて設置した、最初の艦である。環境と煙突を一体化した構造は、空母対砲採用にあたっての試験的意味があり、 実際に大砲や大和型戦艦3番艦を改造した空母誌などでも採用されている。2号1型電探、対空レーダーも装備されており、対空兵装は正規空母に見劣りしない。旅客船出雲丸は最初から航空母艦化を想定した設計で川崎重工業神戸造船所で建造をされることになった。 昇格型航空母艦2番艦随格が1939年、昭和14年11月27日に浸水した後、出雲丸は同一船台で11月30日に寄港。空母への改造は1940年、昭和15年10月に決定。当時の出雲丸は上艦ン付近まで工事が進んでいた。仮称艦名、建造番号第1 1号艦。 1941年、昭和16年1月21日、日本海軍は、柏原丸級2隻、柏原丸、出雲丸を買収する。福井静図を、海軍技術将校、官邸研究家によれば2月10日買収。6月24日、出雲丸は浸水。出雲丸浸水後の船台では、直ちに空母大砲の建造が始まった、7月10日、寄港。 同年11月15日、別府秋友大佐は、費用偽装委員長に任命される。川崎重工業神戸造船所に偽装委員事務所を設置する。12月8日、日本とアメリカは太平洋戦争に突入する。1942年、昭和17年7月31日、春光。軍艦席に入る。航空母艦に類別。軍艦費用と命名された。 クレチンジュフセ別府大佐、費用偽装委員長は、費用官長、初代となった。主な初代幹部は、副長、青山茂雄中佐、元法省副長、機関長、坂尾万太郎中佐、飛行長、三重野武志佐、航海長、山本茂和少佐、飛行長、寺島美雪少佐、法術長成谷商少佐、通信長、八角公尉ほか。 日本海軍の軍艦となった費用は、同日府で、第二航空戦隊、司令官、角田各自少将に編入された。二航戦は、空母三隻、費用、巡洋、流状となったが、訓練中の1942年、昭和17年8月7日に、ガダルカナル島の戦いが始まる。巡洋型二隻、費用、巡洋は、内地で訓練を続け、 竜城のみ第一航空戦隊、昇格、随格に臨時編入されて、ソロモン諸島へ進出。8月24日の第二次ソロモン海戦で、撃沈され、二航戦は、空母二隻、飛用、巡洋になった。飛用は8月12日より、第二航空戦隊機関となる。同時期の飛用は、駆逐艦切風、第十六駆逐隊を、随伴艦、ボ没りとして、 訓練に従事した。9月上旬、摂風は、空母運用を護衛して、トラック白地に向かった。10月3日から4日、二光線、費用、巡用、駆逐艦二隻、電、磯波は、内海西部を出発、文護水道を通過してトラック島に向かった。10月9日、トラック白地に到着。同白地義後の10月11日、二光線は、 全身部隊指揮官、近藤の武第二艦隊司令長官、機関、あたごの指揮官、全身部隊と共に出撃した。別所、当時の費用艦長によれば、最大速力26ノット程度の費用は、艦板上風速、秒速15メートルを得るために苦心したという。最初の任務は、第三戦隊、司令官、栗田武雄少将、今後、春名と第二水雷戦隊による、 ヘンダーソン基地艦砲射撃の上空警戒だった。二航戦、飛用、巡洋は、駆逐艦三隻、電、磯波、影楼と行動を共にした。作戦十字中の10月20日、飛用は、機関故障、発電機質火災を起こした。最大発起速力重力ノットに低下。日本軍は、アメリカ軍機動部隊との決戦の前に、空母一隻分の戦力を失うことになった。 10月23日、本艦は、帰関任務を順用に、搭載機を陸上基地と順用に移動し、駆逐艦2隻、電、磯波護衛艦でトラック島に帰還した10月26日機。このため、費用は10月25から26日の南太平洋海戦や、11月12日以降の第三次ソロモン海戦に参加できなかった。航空隊関係者や物件は、 平準王位第9戦隊により、ラバウル方面に移動した。11月22日、費用艦長は、別府大佐から住川道夫大佐に交代。応急修理を実施した後、12月5日に、トラック白地を出発。奥宮正武少佐、当時、第2航空戦隊参謀によれば、トラック白地に放置されていた要修理機約50機を、費用に搭載している。 12月10日、費用及び、駆逐艦2隻、摂風、初雪は、内海西部に到着。翌日、ご到着。同日、豊田上注意、鹿野海軍航空隊府は、費用乗り組を命じられた。1943年、昭和18年初頭の費用は、瀬戸内海や呉軍港で、訓練や整備に従事した。1月中旬、大和型戦艦二番艦武蔵は、 第一航空戦隊、随格、随法や、軽巡人数、駆逐艦切風等と共に、瀬戸内海より出撃する。飛用航空隊は、文後水道を航行する武蔵や随格の、対戦警戒直えを実施した。3月22日、第二航空戦隊司令官、角田各自少将式の下、二航船、巡洋、飛用、第八戦隊、ト根、ち馬、 護衛の駆逐艦、第61駆逐隊、初月、両月、第27駆逐隊、夕暮れ、第15駆逐隊、影楼は、大分県佐伯市を出港した。28日、トラック白地に到着。航空隊の民号作戦に参加。4月18日、移合作戦後の視察中だった、山本56連合艦隊司令長官が、海軍工事件で戦死した。 連合艦隊機関武蔵は、山本長官の遺骨を乗せて、日本に帰島することになり、費用も同行する。費用及び、戦艦三隻、武蔵、金剛、春名、従順二隻、トネ、ちく駆逐艦五隻、第27駆逐隊、しぐれ、有明、第24駆逐隊、開封、第61駆逐隊、初月、 両月は5月17日にトラックを出港した。5月22日、内地到着。同日府で第二航空戦隊司令官は、角田各自中将から坂巻宗高少将に交代した。その後、日本海軍はアリューシャン方面のアメリカ軍の動向を踏まえた上で、日本本土の費用に出動準備を命じる。日高は駆逐艦2隻と共に、 マーシャル諸島へ進出することになった。6月8日、当初護衛艦に指定されていたしぐれ、第27駆逐隊が、機関故障のため修理に回され、大艦として、同駆逐隊の2隻、有明、夕暮れが選ばれた。6月10日、3隻、空母、費用駆逐艦、有明、夕暮れは午後2時に、横須賀を出港したが、夕刻三宅島沖合にて、 暗号解読により待ち伏せていたアメリカの潜水艦トリガー、ユストリガー、SS-237 の来撃にあった。飛来時刻は18時35分で発射された魚雷6本のうち4本の魚雷が費用に命中したが、起爆した魚雷は1本のみ。沈没には至らなかったが、費用は自力航行不能となった。乗り組んでいた山西義正によると、 数人の死者が出たという。19時37分、費用は夕暮れを浮上した、敵潜水艦と錯覚し、5者、軽微な損害を与えた。夕暮れ戦死者2名、軽傷者5名。危機に陥った費用に対し、呉から横須賀へ開港中だった、軽巡洋艦イスズ、第14戦隊が救援に赴き、費用を栄光して、横須賀に向かった。 横須賀停泊中の戦艦山城特築艦萩風第四区築隊にも費用栄光のため出撃命令が下されるが費用側は栄光状態良好のため山城の栄光は必要なき物と任務と発信した6月12日費用隊は横須賀に到着する費用の行動不能により遠征部隊として運用されていた第50戦隊の軽空母2隻交渉 流頬のうち、流頬が第二航空戦隊に編入される。空母三隻、流頬、大高、沖高、第三戦隊、金剛、春名、第七戦隊、熊野、鈴屋、伊鈴、駆逐艦部隊、しぐれ、有明、夕暮れ、潮、曙けぼの、さざ波、撤風、浜風、谷風、新波、新月は十六日に横須賀を出港。 南方へ進出していった。流方は小型空母であるため搭載機数も、巡洋型航空母艦に比べて少なく、従って、費用航空隊の一部は流方に収容しきれず、空輸により、トラックへ進出した。横須賀海軍交渉で修理を行う本艦では、まず7月1日に、青山茂大佐、費用副長が、霞ヶ浦海軍航空隊へ転任。同月中旬、 費用航空隊関係者が留保へ移動、小林哲夫少佐、費用飛行長を、留保飛行へ、岡島清熊隊員、費用飛行長を、留保飛行隊長へ。8月15日府で、住川道夫大佐、費用官長は、神戸川崎造船所で建造中の空母、大砲偽装委員長を命じられる。別府友郎大佐、元費用官長。 昭和18年1月9日より、千代田艦長は、千代田及び、費用艦長を兼務することになった。当時の千代田は、横須賀海軍工廠で水上規模艦から、航空母艦へ、改造工事中である、昭和18年2月1日から12月1日まで。9月1日、古川保元大佐、当時、博多海軍航空隊司令が、費用艦長に捕食。別府大佐、 千代田艦長は、兼務を解かれた。同日府で、城島工事少将、当時、第50航空船隊司令官は、第2航空船隊司令に任命された。10月21日、千垣賢吉中佐、当時、空母運用副長は、費用副長を命じられる。当時の費用では、ダメージコントロールの一環として、艦内調度品、木製品一切を撤去している。 ただし客船としての建造が進んでから空母に改造された巡洋に対し、日わか甲板段階で改装したので、ほとんど軍艦に近かったという。10月26日、本艦は横須賀を出港。翌日、三隻、空母、日用、駆逐艦、浜風、サワは内海西部到着。11月、航空機輸送任務に従事。 11月下旬により、費用と流放は南方への輸送作戦を実施した。11月25日、空母2隻、費用、流放と第21駆逐隊、初春、若葉、初下は、文後水道を出撃。マニラを経由し、12月3日から9日までシンガポール停泊。12月22日から27日までトラック白地に滞在。この際に、航空隊を、 ラバウル方面へ転用するために降ろす。護衛部隊を、駆逐艦3隻、第6駆逐隊、雷、響き、第17駆逐隊、浜風に改め、27日にトラック白地を出発する。12月29日、サイパン寄港。1944年、昭和19年1月1日、費用隊、費用、流放、雷、響き、浜風は、 文後水道を通過。二日、本艦は、呉へ到着した。一月二十六日、古川大佐、費用艦長は、霞ヶ浦海軍航空隊へ転任。後任の費用艦長は、横井敏行大佐となる。五月十一日、戦艦武蔵と、空母六隻、第二航空戦隊、巡洋、費用、流頬、第三航空戦隊、千歳、千代田、随頬は、 駆逐艦、周ん、早島、も、しぐれ、たまは、まんちょの分け、三雲に護衛されて、最強出撃し、タウイタウイに向かった。5月16日、武蔵及および、第二航空戦隊、第三航空戦隊は、タウイタウイへ到着し、小沢機動部隊の、全空母、一航船、大砲、昇格、随格、二航船、巡洋、飛よう、流砲、三航船、千代田、 死とせ、随砲が揃った。九百四十四年、昭和十九年六月、第二航空戦隊、巡洋、費用、流砲は、マリアナ沖海戦に参加。アゴ作戦における飛用は、第二航空戦隊、司令官城島工事少将、空母三隻巡洋、費用、流砲、戦艦長と、重巡洋艦最上駆逐艦部隊、第四駆逐隊、の分け、 万長、三雲、第二十七駆逐隊しぐれ、さみだれ、第十七駆逐隊、浜風、夕雲がたく畜艦、周装早地もとと、小沢機動部隊、おつ部隊を編成していた。6月19日から6月20日のマリアナ沖海戦に参加。日高は6月20日の対空戦闘で被弾を呼び、ひかみなり、沈没した。沈没に至る経過は、以下の通り。 1944年、昭和19年6月13日、本館含め、小沢機動部隊は、タウイタウイ白地を出港し、マリアナ沖へ進出する。18日、夜間航行中に、費用は、長戸と衝突しかけた。また、横井館長、志柿副長とも、機関、大砲が、無線風刺を破って、未的機関作敵機を呼び、単焦島を照射して、 誘導を試みたことを、米潜水艦を引き寄せる一員になったと批判している。6月19日、マリアナ沖海戦に参加。空母大砲の沈没、アメリカ潜水艦アルバコアの来撃に起因するを10回り、離れた地点から目撃した。費用が収容した航空機は、アメリカの潜水艦カバラの来撃で撃沈された、空母、昇格の3機、費用所属2機。 警護機程度だった。6月20日、小沢機動部隊は燃料補給のため、後部隊、小沢寺一郎中将、小津部隊、前衛部隊、栗田武雄中将、燃料補給部隊が同一海面に集結したところ、アメリカ軍機動部隊艦載機の襲撃を受ける。米空ボレキシントン、CV-16 の艦上機が費用を攻撃したと、される。 費用幹部による分析によれば、巡洋を襲撃した、雷撃機体を長戸が砲撃して4機を撃墜いた際、残2機が目標を、戦0回運動中の費用に変更した。1機を撃墜したが、まず魚雷1本が、右限交武器械室付近に命中した。機関貨幣は全員脱出したが、連動して、左限の機械も止まって、航行不能とな。同時に、 中排水式所が有毒ガスで全滅した。ヒカとは別に、急降下爆撃機が投下した爆弾が、環境工部マストに命中し、断片で公会長を含む、見張り所、非公式所の環境要員に、多数の死傷者が出、横井、飛要官長は、爆弾命中により、環境要員多数死傷、官長負傷、公会長重傷ほか、続いて魚雷が命中したと回想している。 副長はガソリン体育外側の空所に注水を命じた。空襲が終わったため長戸に栄光準備をさせていたところ、費用艦長は片源18ノット可能のため栄光命令は出していないと回想。突然前後のエレベーターが煙突の高さ以上に飛び上がり、また元の穴に落ちて傾斜が復元した。費用砲術長は米潜水艦が発射した魚雷が、 後部ガソリンタンク付近に命中したと証言、戦闘商法にも採用されている。横井、飛鳴官長も爆発直前に来席を発見し、観光部に魚雷2本が命中したと回想している。このガソリンタンクの爆発が、飛鳴の致命傷となった。四垣、飛鳴副長は、火災すべて沈下の報告もあって、消火に希望を持っていたが、消火ポンプの故障により、 艦を救うことを諦めている。一方、長戸では、費用の栄光準備が進み、長戸の四番報道と費用艦にワイヤーロープが渡された。しかし長戸が、微速前進したところ、ワイヤーは切断されてしまったという。栄光作業の失敗により、費用の救援の見込みはなくなった。軍艦機構下と、総員退去の後、費用は左限に傾斜し、 管理側から直立するような姿で沈没した。沈没時刻は19時32分と記録されている。おつぶ隊所属のしぐれ、第27駆逐隊によれば19時26分。乗組員は随伴駆逐艦、浜風、浜波、周葬、早地も、満潮等に救助された。費用のご神営と直入は、周葬に放物された。横田艦長は満潮に救助された。 救助に尽力した万潮に、志垣、費用副長は、感謝のほかなかったと述べている。その後、費用の上院は、機動部隊が寄港した沖縄中ぐすく湾にて、巡洋に移乗し、本土へ向かった。7月1日府で、横井、費用館長、志差志垣、氷尾副長とも、職務を解かれた。7月10日府で、第二航空戦隊も解体。 城島司令官や奥宮正竹少佐も転任する。8月10日、費用は航空母艦、帝国軍艦席のそれぞれより除籍された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。